んな感じでつけることができます。みるみるランド、みなさんこんにちは、カタリストレーナです。本日はこちらクッキングペーパーを使って簡単なマスクを作っていきたいと思います。はい、こちらね、100均のダイソーで買ってきたクッキングペーパーと、こちらね、よくあのリボンとかにこうねじねじってしてあるねじレンジですね。そしてこちら耳にかけるための30センチのゴムをこうやってくるっと結んだものです。でね、今回平ゴムというものを使いますが、もしあればもっと細いものをおすすめします。今回もちょっとね、細いのがなかったのでこの平ゴムなんですけど、髪の毛を弱くためのゴムとか、あとはねマスク用のゴムっていうのも売ってはいるので、見つけられた方はそちらの方をおすすめしたいと思います。そして使うのはこちらね、1センチ幅の、両面テープ、そしてそれを切るハサミ、これだけあれば簡単にできます。ではやっていきましょう。みるみるランド、はい、こちらねロールタイプということで、両面テープを貼っていきます。そして両面テープ繰り返して半分に折っていきます。半分に折れたら、今度はこの半分の真ん中に向かってもう一度折り目をつけます。ではね、こちら一回折ってあるところにもう一度両面テープを貼っていきます。で、ここに貼った両面テープを剥がしてあげると、はい、剥がしてあげるとくっつくようになるので、ここでね、このネジネジを使っていきます。で、このネジネジは針金が入ってて簡単に使えるんですけども、もしも、ない場合はアルミホイルをねちょっと折ってあげて、これぐらいの長さにしてあげるとアルミホイルでも代用が可能です。ここがあるので、だいたい真ん中に向けてあげます。そしてこれをまた折り返してしっかりくっつけてあげます。ここまでねできたら、今度反対側を処理していきたいと思います。このまま反対側にしてあげて、反対側の底のところにも、底面ですね、こちらの両面テープを貼ってあげます。こんな感じで先にね折ってあげてからがいいですね。折ってあげてから折って、こう後をつけてあげてから、取ってあげるといいですね。その方がこの後のね折りが簡単にできます。綺麗に簡単にできます。はい、ほらこんな感じで、でここまで来たら、先ほどね折った山が1,2,3とね、ここに3つあるんですけども、これを目印にこの山になっている部分をそのまま約 1.2cm ぐらいの間隔で折り返してあげます。はい、1個目の山が終わったら次の山も同じように 1.2cm ぐらいの間隔でこちらを折ってあげます。で、最後のところはここのねギリギリのところに詰めてあげるようなイメージで折ってあげます。はい、はい、そうするとねこんな感じで綺麗に折れました。はい、
ここまで来たら今度ね横にくるっとしてあげて、ここにこうやって物を置いといてあげた方がここがね広がらなくて済むのでおすすめです。でここでよいしょ、はい、両面テープを貼っていきます。で一回折り返してあげて、よいしょよいしょ、あとつけてあげてからここを取って、やった、はい、取れました。取ってあげてからのくるっと、よしよし。で一回くるっとしたらもう一回ここに同じところに貼ってあげます。よいしょ、このねゴムの輪っかを入れます。でこのできれば何だろう、結び目がね外に出ないようにこう折ってあげる感じにして、でこの両面テープを取ってあげて、そしてこのゴムを入れてあげた状態でもう一回転ですね。ちょっとね、こっち側歪んじゃったんですけど、はい、こんな感じで完成です。横から見るとこういう風ですね。でここね、今金色のやつが見えると思うんですけど、これ銀色のやつでやってあげるとちょっとね、色がおとなしくなるので目立ちにくくなります。で、これはつけるとですね、はい、でうまい度合いに広がって、はい、ちゃんとこのネジネジが鼻にフィットしてくれます。はい、こんな感じでつけることができます。結構ねつけ心地もいいですね。で人によってはこの中側に、ティッシュペーパーとか畳んで入れてあげてもいいかなと思ってます。はい、ということでね、こんな風に100均のクッキングペーパーとこちらのね両面テープを使って簡単にマスクを作ることができました。よかったらこちらの方法を試してみてください。ということで、この動画が良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そして SNS もやってますので、インスタなどに遊びに来てください。ではまたねー。